はいえー、皆さんこんばんは、東京火星工業です。えー、今回のシンポジウムでは TCI メールの最新号と拡散科学研究にお役立てできる弊社製品の紹介をいたします。まずは、えー、11月に発行した最新号の TCI メールを紹介します。えー、今後は、えー、線,線路と、えー、もみじの表紙が目印です。 内容は高知工科大学西脇先生が執筆された研究室での失敗エピソードと教訓を集めたシリーズもののエッセイ、緩和9代の最終話と製品紹介記事です。視聴者の皆様の中にも心当たりのある失敗が掲載されているかもしれませんので、ぜひご覧ください。その他、弊社の新製品の紹介記事を掲載しています。TCI メールは 冊子でもウェブ上でもご覧になれます。画面左、こちらの QR コード、もしくは動画の説明欄の URL から TCML i のアーカイブページに入れます。ので、ぜひご覧になってください。これまでの緩和給台はもちろん、製品の紹介記事や過去の機構論文もご覧になれます。次に、弊社の拡散関連試薬のパンフレットを紹介します。 左側のパンフレット、こちらでは、拡散関連の試薬を網羅したもので、ビルディングブロックのあるヌクレオシドはもちろん、拡散塩基や肝能基保護剤なども幅広く掲載しています。そのため、ページ数が多くなっていますが、パラパラとめくるだけでも、面白い発見があるかもしれない一冊になっています。右側のパンフレットでは、拡散医薬合成にお役立ていただける製品をピックアップしたもの、ピックアップしたものです。 オリゴマーク合成時に必要な、縮合活性化剤や脱保護剤だけでなく、グラムスケールでご提供しているヌクレオシドホスフロアミダイトも掲載しています。それぞれ QR コード、もしくは動画の説明欄の URL からダウンロードできますので、ぜひご覧になってください。これらのパンフレットでは、さらに製品を絞って紹介しています。 自動合成器で核酸オリゴマを合成する際には、アミダイト化されたヌクレオチドが必須となります。そこで、弊社では取り扱いが容易なアミダイト化剤をご用意しています。また、リン酸部位が、えー、治療化された、まあ、先ほど、えー、私先生のお話にもありましたような塩化されたオリゴヌクレオチドの研究も盛んになっていますが、弊社では扱いやすい硫黄転シ子薬をいくつかご用意しています。硫黄転子薬の中には、 100kg スケールでの提供可能なものもありますので、スケールによらず、地表化を行いたいという方は、ぜひ弊社製品をごご検討ください。最後に、V シンポジウムで恒例となっている、弊社オリジナルマグカップが抽選で当たる、えー、アンケートを実施しています。えー、画面右にある QR コード、もしくは動画の説明欄の URL からアンケートフォームに入ってお答えいただけます。ぜひ、振るってご参加ください。はい 以上、東京化成工業からのお知らせでした。引き続き、k i m s t b s y m p o s i をお楽しみください。はい、どうもありがとうございました。